モリッシー、ジョニー・マール、アンディー・ロークマイク・ジョイス・ザ・スミスは、イギリスのロックバンド。1982年、マンチェスターにて結成。インディーズレーベルのラフトレードに所属し、4枚のスタジオアルバムを制作した後1987年9月に解散した。メンバーは労働者階級出身。実質的な活動期間は5年程度と短く。 国外ではさほどヒットしなかったものの、イギリスの若者には熱烈に支持された。今日では1980年代イギリスの最も重要なロックバンドの一つとして認知されている。また、彼らの視点や音楽性は90年代を代表するブリッドポップバンドや世界の多くのオルタナキブロックバンドと多くのアーティストに影響を与えたとされる。アルバムミートイズマーダー』では、 ボーカルのモリッシーが最色主義を主張している。1982年初めにマンチェスター在住の青年二人によって結成された。モリッシーは親と同居する定職のないライターでアメリカのパンクバンドニューヨークドールズのファンクラブを立ち上げ解放を発行していた。ジョニー・マーはすでにいくつかのバンドに参加したことのある腕の立つギタリストかつ作曲家で モリッシーの文章の読者でもあった。マーがモリッシーを誘い、モリッシーの綴る歌詞に曲を当てることで、ザ・スミスが始まった。簡単なドラマーのオーディションを行い、マイク・ジョイスが加入した。当初は、デール・ヒバートがベースを担当し、サウンドエンジニアとして働くスタジオの施設と機材を貸して、デモテープを作ったが、2回のライブの後、ベーシストは、マーとかつて、 パリスはレンティノスというバンドを結成していたアンディ・ルークに変えられた。ザ・スミス・ストーリーシーンにうばらを持つ少年においてバンド名の由来とされるモリッシーに影響を与えたザ・ホールのメンバーマーク・ E ・スミスの名前を引用したという説に対し彼らは否定をした。モリッシーは1984年のインタビューで僕が決めた理由はスミスは最もありふれた名前だからで今は 世界中の普通の人たちが顔を見せる時だと思うんだ、と述べている。彼らは、地元での評判をもとにラフトレードと契約し、最初のシングル、ハンド・イン・グローブを1983年5月13日にリリースした。これが、BBC ラジオ第一の DJ、ジョン・ピールの目に留まり、彼の番組でプッシュされたものの、売れ行きは芳しくなかった。続くシングル、ジス・チャーミング、 マント、ホワット・ディファレンス、ダズ・イット・メイクは、UK シングルチャートの25位と12位に上昇。ザ・スミスは、次第に注目を集め、実質3枚のシングルとライブのみの実績で、この年の NME 誌の読者投票で、ブライテスト・ホープに選ばれた。1984年2月に、バンドは長らく待たれていた、デビューアルバム、ザ・スミスを発表する。すでに支持層厚く、 このアルバムは UK チャートの2位に達する成功を収めた。アルバムのリリース直後、モリッシーの長年のアイドルであった1960年代の女性歌手サンディショーがハンドイングローブをマー、まあ、ルーク、ジョイスをバックにレコーディングした。このヒットシングルでザ・スミスは BBC テレビの生放送音楽番組トップ・オブ・ザ・ポップスで裸足で演奏した。 1984年は、アルバムのアウトテイクとなったシングル、ヘブン・ローズ、そしてウィリアムを発表した年でもあった。この年末、コンピレーションアルバム、ハットフル・オブ・ホローがリリースされ、好評を持って迎えられた。翌1985年2月11日、セカンドアルバム、ミート・イズ・マーダーが発売された。ミート・イズ・マーダーは結局、コンピレーションアルバムを除けば、 ザ・スミス唯一の UK チャート1位に輝いたアルバムとなった。アルバムの内容が前作以上に政治的だったように、モリッシーのインタビューも政治的な発言が増えより論議を起こした。続くシングル、シェイクスピアズ・シスターはチャート的には成功とは言えず、その後7月に出したアルバムからカットされた唯一のシングル、ザ・ト・ジョーク・イズント・ファニー、エニモアも売れ行きはかんばしくなく、 チャートの50位にようやく入った程度であった。9月に出したシングル、心にうばらを持つ少年は、それまで拒んでいたプロモーションビデオを初めて収録した作品になったが、この曲は続くアルバムに大いに期待を持たせる出来であった。1985年は、ザ・スミスにとって、スタジオでサードアルバムの収録をしながら、イギリスとアメリカでツアーを続ける過酷な1年だった。翌年、 まずシングル、ビッグマウス・ストライクス・アゲインがリリースされ、間を置かずに1986年6月、アルバム、ザ・クイーイーズ・デッドが発売された。UK チャートでは、最高2となり、音楽史、スピンの1989年の特集、これまで制作された最高のアルバムでは、第1位に選ばれた。その他 NME 誌やメロディメーカー誌など、数多くのロック誌や、 音楽出版物の行う、クレーティストアルバム企画では、ザ・クイーン・イーズ・デッドが、しばしばトップ10にランクインしている。2006年6月には、NME は、全紙面を使って、クイーン・イーズ・デッド発売20周年特集を組んだ。また、同アルバム収録の、The Eyes は、Light Never Goes Out は活動中にシングルカットされたものではなかったにもかかわらず、2012年現在でも、 最もファンの支持を集める曲の一つである。しかし、バンドにとってすべてが順調というわけにはいかなかった。ラフトレードとの契約をめぐる紛争で、このアルバムは発売が大幅に遅れた。また、メンバーは、バンドの多忙なスケジュール、イギリスのメディアの口さがないゴシップ記事、アメリカでのレコード各社による契約争奪戦、その一方でのアメリカのセールスの不調などで燃え尽きかけ、 ストレスを抱えていた。まあは後に NME とのインタビューで当時のことは不調という言葉では半分も言い表せない。僕はものすごく病気だった。ツアーが完全に終わるまでにはちょっと危険な状態だった。僕は自分を抑えられる以上の量の酒を飲んでいたと語っている。その頃1986年初頭にはルークもヘロインによる問題でバンドをクビになっていた。彼は 車のフロントガラスに貼られたポストイットで解雇通知を受け取った。文面はアンディ、君はザスミスを去った。さようなら幸運を祈る。モリッシーというものだった。しかし、2009年9月にモリッシーは、自身のファンサイト true.iou.net 上で、そんなポストカードを、俺はこれまで書いたことがないし、解雇を知らせるポストカードを、 アンディの車に置いた覚えもないと発言して、これを否定している。ルークの代役として、ベースに短期間、クレーグ・ギャノンが入ったが、ルークはわずか2週間で復帰を認められた。ギャノンは、ザ・スミスに留まり、リズムギターに転向した。ギャノンを加え5人で収録したシングル、パニックと、さらに、カースティー・マッコールが、バッキングボーカルに入ったシングル、 アスクは1986年夏から秋にかけてリリースされ成功を収め、5人体制になったバンドはイギリスツアーも行った。キャノンはツアー終了後の1986年10月にバンドを去っている。1987年は順調に始まった。シングルショップリフターズは年頭にリリースされ、子供たちに万引きを奨励するかのような歌詞に反発もあったものの、 UK チャート12位に達した。続いて、バンド2枚目のコンピレーションアルバム、ザワールドオンとリッスンがリリースされ、アルバムチャートで2位を記録した。さらにザ・スミス2度目で最後の、チャート10位以内に入ったシングル、シーラテイクアバウが続く。イギリス国外向けのコンピレーションアルバムとして、ザワールドオンとリッスンとほとんど同じ内容に、シングル、シーラテイクアバウトとアメリカ未発売の、 ハットフル・オブ・ホローからの数曲を加えた、ラウダー・ザンボムも発売された。セールス的には、好調が続いたが、メンバーの考え方の違い、特にモリシーとマーの間の緊張が高まっていた、ことによってバンドは分裂の危機にあった。1987年8月、NME 誌に掲載された、分裂に向かうスミスと題する記事をきっかけに、ついにマーがバンドを去ることが発表された。 マーは当時この記事を事実とは異なり、モリッシーの情報提供によるものと疑っていた。マーの代わりのギタリストを募集するオーディションが行われ、アズテックカメラのロディフレームが加わるのではないかという、憶測も当時はあったが、オーディションは成果なく終わった。9月には4枚目のアルバム、ストレンジウェイズ、ヒア・ウィカムが発売されたが、このアルバム発売前に、バンドは解散した。 ストレンジウェイズ、ヒアウィカムはイギリスでチャート2位を獲得したがアメリカでは小規模な成功にとどまった。しかし、ガールフレンドイナ・コーマの悪名高いプロモーションビデオは MTV アメリカでローテーションされる成果を挙げた。このアルバムからはいくつかの曲が初期のライブ、ラジオセッション、デモトラックなどを B 面に組み合わされてリリースされた。 翌1988年のライブアルバム、ランクはバンド解散後にもかかわらず UK チャート2位を記録した。1996年、ザ・スミスの4人は裁判所で解散後初めて顔を揃えた。ドラマーのマイク・ジョイスは作詞作曲者のモリッシート・トマーに対してザ・スミスのレコーディングとライブからの利益のうちジョイスとルークに それぞれ10%しか許可しなかったことを不服として調停を申し出ていた。モリッシーとマーは他の二人はいつも権利の分配に関して了解していたと主張したが法廷はジョイスの訴えを認め100万ポンド以上を訴求して受け取る権利があること以後はザスミスの25%の権利を受け取る決定を下した。モリッシーはこの決定に大いに不満で後にこう述べている。 あの裁判はザスミスの生涯を安っぽく要約したストーリーだった。マイクは喋り続けていたが何も言わなかったのと同じだ。アンディは名前も覚えてもらえない。ジョニーはみんなを喜ばせようとしていたが誰も喜ばなかった。そして焼けるようなスポットライトの下にいたモリッシーは何度もこう言われたものだ。よくも成功者になっていられるな。よくも活動できるものだなと。 僕にとってザ・スミスは美しいものだったのに、ジョニーが出ていてマイクが壊したんだ。モリッシーとマーは近年のインタビューでは両者の関係に雪解けが見られそうな発言をしているが、両者とも再結成はガンとして否定している。2005年にはテレビ局 VH1 のバンド再結成番組がザ・スミスの再結成を試みたものの、モリッシーに接触できず断念した。 2006年には、モリッシー自身にもある、音楽イベント主催者から驚愕を提示され、再結成ライブを行うオファーがあった。彼は、金の問題ではないと断ったことを明かし、素晴らしい旅は終わったんだ。僕は続けたかったが終わらせたかったんだと述べている。ネオリベラリズムのマーガレット・サッチャー政権批判、イギリス王室批判、バンドエイド批判を行った。 バンドエイドを独善的と述べ、アフリカの貧困を、サッチャーや女王に訴えるのではなく、もっぱら無職の音楽ファンから金を巻き上げているとして、非難している。バンドエイドについてこう述べたことは有名である。ひどい曲だ。エチオピアの人々に大きな関心を持つようになれるのはいいが、この曲のせいで、イングランドの人々の耳が毎日拷問を受けている、ことはまた別のことだ。ザスミスは、 そのビジュアルも独特だった。モリッシーとラフトレードのアートディレクターであったジョースリーがデザインしたアルバムやシングルには彼ら自身の姿は一切登場せず、その代わりに手きずりで映画やポップスのスターが印刷されていた。カバーに起用されたのはモリッシーの興味の対象で、例えば古い映画やカルト映画のスターなどだった。イギリスの60年代のアイドルの写真を使用したこともあった。 ザ・スミスの特徴は、ボーカルのモリッシーによる社会批判を含み、ねじれた自虐的歌詞と、作曲担当のジョニーマンによるギター中心の曲作りであった。その歌詞は、メジャーレーベルから出ていた産業ロックやヒット曲、ラブソングなどに共感できないタイプの10代、20代の若者たちに受け入れられ、一部の熱狂的なファンを生み、後のオルタナティブロックの一部のバンドの歌詞作りに、 影響を与えた。またその曲は同時代のネオアコ、またはギターポップなどと称されるインディーズロックと共にシンプルなギターを中心とした音楽を再興した。ザ・スミスはシンセサイザーの使用やダンスミュージックへの接近を拒んだ。また1980年代のイギリスなどではニューロマンティックに代表されるようなエキゾチックなファッションのバンドや雑誌が多かったが、ザ・スミスは ただのシャツに、ただのジーンズという普通の服で、ステージに登った。モリッシーは他にも小道具、例えば偽物の補聴器、分厚い縁のメガネ、ズボンの後ろに刺したグラジオラスの花束などを持って、登場することもあった。メンバーの関係が悪化した原因については、マーが、他のミュージシャンとの仕事を増やすのをモリッシーが嫌がるようになったことが第一に挙げられる。また、 まあもモリッシーの音楽的な柔軟性のなさに苛立っていたこともある。まーの憎悪は、モリッシーがアルバムやシングルのジャケットに、トゥインクルやシラブラックなど1960年代のポップシンガーのモノクロ写真を使うようこだわっていることに向けられた。バンドが最後に揃ってセッションした曲は嫌いだ。本当に我慢の限界だった。僕は、 シラブラックの歌を演奏するためにグループを作ったんじゃない。ありがとうございます。